私が万年桜の噂で涼さんを待っている頃、いろはさんたちはキラリさんや鈴鹿さんと一緒に手を取り合うための交渉をしていた。私は帰ってきたトウカちゃんとネムちゃんと一緒にいたけど、交渉の結果が出るまで二人が何を提示したのかを知らなかった。事実を知った今となっては、なんて思い切ったことをしたんだろうって。私より全然幼い二人に恐ろしさすら感じるけど、彼女たちなりのけじめの取り方なんだって思う。そうした交渉の一方で、南凪のコンテナターミナルでは気持ちをめぐる戦いが続けられていた。そこで得られたのはいつもと同じ気持ちの意思だけど、最後に聞こえてきたのは積み上げたものが崩れる音だった。よう、昨日の約束通りちゃんと来たみたいだな。あの、私も結界を見つけて戦いには参加するけど、プロミスト・ブラッドとは戦うつもりはないからね。それに私たちはムイちゃんを守るのが役目です。ムイを傷つけようとするなら俺たちが黙ってないぞ。ガガ、約束を果たしてくれた以上、私たちも妙な真似はしないわ。交渉の場に出てもらうし、結界を見つける以上、ユニオンの戦いに参加して構わない。うわ、言ったな、後悔すんなよ。事情をさらくしたらこんな感じかしら。おい、ここまでガキじゃねえぞ。あ、三人ともごめんなさい、巻き込むつもりはなかったのに。手を借りないように私たちも頑張ったんだけど、結果的に力を借りることになってしまいましたね。ううん、気にしないで。その代わりに私たちは話ができるようになったんだもん。ありがとう、ういちゃん。んじゃ、さっさと結界を出してくれるか。ういちゃん、お願いできる？うん。遅れを取るわけにはいかないわ。トキメが持つ石はまだ一つ。ここで差を縮めましょう。うん、トキメ一族出撃だ。みんな、本家の後に続きましょう。俺たちも二つ目ゲットだな。あの、くれぐれも相手を刺激しないようにお願いします。私がいた噂の結界、アイちゃんがいたところです。そしてイロハさんが私を救い出してくれた場所。お姉ちゃんとサナさんが。うん、なんだか懐かしい。マジか。ん、他のやつらはどこだ？ときめのやつらみんないないぞ。別々のところに入ってきたのかもしれません。私がいた時はグループ別に分けられたりしなかったから、あの時の噂の結界とは少しだけ違ってるのかも。お姉ちゃんたちは交渉を頑張ってるんだもん。私も気持ちの位置がもらえるよう頑張らないと。侵入者発見。あなたは私と共に過ごすためにここに来たのか。
アイちゃん。私に故障は存在しない。三人は必要ない。ここに残る者を一人選べ。みんなここにいるよ。出ていくわけにはいかないの。私に必要なのは一人だけ。あとはどうするんだよ。人間は残すに値しない存在。従って二人は排除する。やっぱ噂は噂。ここで倒すしかねえな。ここの私はホログラム。どんな攻撃も通用しない。疲労の色が見える。そろそろやめるのが賢明だ。まさか体を持たない敵が相手だなんてね。どっかに映像を映す装置とかないか。そんな淡い期待は捨てる。もはやただの生物とは生きるステージが違う。ぶっ潰すぞてめえ。には刺激が強すぎる空間でしょうし、フリーズしてしまうのも仕方ないと思います。私たちだけで倒すしかないのかな。でも倒す手立てがないのが非常に辛いところです。諦めて立ち去った方がいい。特に固まっている娘は時代の変化についていけないもの。足手まといにしかならない。静香殿を強制終了して再起動するしかないであります。冗談言ってる場合じゃないよ。くっそ、なんで攻撃が全然当たんねんだ。私はホログラムと同じ。ここでは実体がない。肉体を持つあなたと比べると簡単には死なない優れた存在だ。どうしよう、これじゃ気持ちが出せないよ。っていうかサナ、なんで何もしねえんだよ。愛ってやつと同じ見た目だから攻撃できねえのか。違います。ただ向こうも映像だから攻撃できないんだなって。それに愛ちゃんについては整理がついてます。私をお前たちは倒せない。私のために一人だけ残って、残りは帰ってしまえ。この世界でプログラムに勝てない下等生物は、必要ない。誰が下等生物だバーカ！こいつ口悪いぞ！愛さんも同じような感じだったの？ううん、そんなことない。とても優しかったよ。敵になってるから、ちょっと性格が悪いのかな。ネム、嬉しい？桜子がいろいろと考える姿を見ると成長を感じるからね。成長？七七さん、愛もそうだったように、君たち噂は僕が思う以上に社会とのつながりで成長するんだ。私のこと嫌いになったの？いえ、大好きですよ。サナはいろんなことをたくさん私に教えてくれた。特にサナは私に優しさを教えてくれた。だから大好きです。アイちゃんも最初はきつい性格だった。どうすればいいんだろう。ぶっ倒す以外に何か方法があるのか？ねえ、噂さん。なんだ、お前が残る一人になるのか。ううん、今からみんなと一緒に遊ぼう。遊ぶ？四人で一緒に遊んでね。私たちの中から噂さんが一人選んでくれる？ねえサナさん、噂と遊べば勝ちなの？おう、意味がわかんねえぞ。
気持ちの結界に出てくる噂が過去の姿を映したものなら、私と愛ちゃんの関係も映してると思ったんです。それならきっとゴールは噂の心を開くこと、私たちが一緒に楽しく過ごすのが正解だと思うんです。めんどくさそうだし結構大変そうな気がするぞ。なあ、もう戦うのはやめだ。あら、いいの？所詮は低俗な生き物、人間は早くここから去る。私も一人いればそれでいい。いや、出てかねっつーの。でもそれだと気持ちは諦めるってわけ？もともと本気を出すつもりはないし、体力温存って話だよ。ときめかユニオンが噂を倒すのを待つのね。どうせ本命はこいつの後だ。それなら待機が一番だろ。前と同じようにそれで周りが消耗してたら私らが有利だしね。つうことだ。少女さん、あなたは外から来たの？申し訳ないけど待機中だから増援はなくてもいいわ。そうではなく、連絡が入ったので伝えようと。連絡？昨夜かしら。教えてちょうだい。静香ちゃんが気づいたよ、スノーちゃん。ビカビカしてて気持ち悪いわ。そもそも攻撃がすり抜けるとかお化けじゃないかしら。ホログラムらしいですよ。ホログラム？立体映像だよ。立体映像？話が進まないでありますね。やった、一上がり。なんで俺のところばっかにジョーカーが来るんだよ。データだからってお前いじってないだろうな。人間の遊び程度で負けても私は悔しくありません。そもそも勝負事での改ざんは敵に対しても失礼です。何がおかしいんですか？そういうところはずっと律儀なんだね。私のことを知ってる口ぶりです。覚えてないと思うけど、私はね、会ったことがあるよ。わずかにでもありますが、知っている気がします。あ、私が次の番、トランプ1枚もらうね。やった、上がり。では、次は私ですね。ジョーカー取れ、ジョーカー取れ。視線でわかります。にゃっ。なんとかビリにはならず済んだようですね。かぁ、もう無理。ちょっと一回拗ねるわ俺。そういうのって宣言するの？こんな感じは初めてです。私も一人ぼっちだったからなんとなくわかるよ。意外です。サナも一人でしたか？今はこうして友達がいるけど、少し前までは。羨ましいです。私は所詮捨てられた AI です。ただ寂しさを紛らわすために人を監禁することしかできない。それなら私たちが今日から友達になるよ。全然悪い人じゃないもん。俺も別にいいぞ。次は絶対に負けねえ。フェリシア、誰か選ばなくていいから、みんなで友達になろう。みんなありがとう。これ以上足止めして3人を困らせられない。私たちはあなたを倒さないといけない。いえ、私はここではただの映像でしかありません。3人のためにここは引くことにします。
ありがとな。譲ってくれた分は私たちで頑張るからね。はい、サナ。何？一人ぼっちだったあなたは今幸せですか？うん、とっても。昔はちょっとした未来のかけらも考えられなかったのに、今はね、ちょっとした夢もあるぐらい希望があるよ。よかった。あなたが幸せであれば嬉しい。では先に行ってください。ありがとう、愛ちゃん。愛ちゃん、言ってみただけ。次女、私は他のメンバーも連れて向かうから、気持ちの相手はなんかと一緒に任せたわ。ユニオンもいる以上、ほとんど勝ち目はなくなるぞ。ここは消化試合でいいわ。無理だと思ったらすぐにでも私たちの方にいらっしゃい。行くわよ、みんな。はい。長女はああ言ってたけど、次女はどうするの？さっさと長女を追いかけた方がいいと思うんだけど。戦わずに引き下がるのはジュリ様の趣味じゃない。やるだけやってやる。誰かが噂の方を倒したみたい。倒したんじゃありません。そうだぞ、俺たち全然攻撃してねえからな。でもあの噂は双葉さんが対処してくれたのね。ありがとう。私たちじゃ無理だったわ。仲良くなって受け入れてもらうことが気持ちに合わせてもらえる条件だったんです。私は楽しかったよ、愛さんと遊ぶの。私も久しぶりで懐かしくなっちゃった。まあどういうことなのかジュリ様にはわからねえけど、条件が何であれ最終的には倒したやつの勝利だろ。ほら来やがった。やば、うい、すごい震えるような、何これ、恐怖。大したことないわ、こんな恐怖ぐらい私は跳ね返してみせる。私も負けてられない。懐かしんでる場合じゃない。愛ちゃんが繋いでくれた道、ときめのみんなが石を取れるように頑張るね。行こう、しぐれちゃん。うん、踏み出すために。手、繋いでいい？いいよ。緊張するよね、ジュリさんのところに行くのは。こんなのに毛をされるぐらいじゃ本家は務まらないわ。しずかちゃん。しずかが気持ちの恐怖を飲み込もうとしてる。遅れを取った、ランカしっかりしろ。ひるませようったってそうは問屋が下ろさないわ。電信瞳合わせ。静香ちゃんが競り勝った。気持ちが動けない間に私が足止めするから、みんなはその間にどんどん攻めちゃって。私は癒しの光で皆さんをサポートします。ありがとう、この瞬間を無駄にはしないわ。私たちも一緒に加わります。なんか鬼のやつがいねえし、今がチャンスだぞ。うん、これでときめの人たちも気持ちの石が増えるね。ちょっとジュリー、完全に出遅れてるけどいいわけ？どうせ最後の一発が肝心なんだ。だったらジュリ様は前回と同様にここで見物を決め込む。とは言ってもそろそろか。
動き出した。これで少しは時間が稼げるであります。ありがとう、アサヒ。よし、ランカ、そろそろ叩く準備をしとけよ。オッケー、みんな遅れないで来なさいよね。ジュリさん。あ、なんだお前ら、宝崎に行って留守じゃなかったのか。少し大変だったけど、その用事が終わったから来たんだ。何があったのか知らねえけど、少しいい顔になったな。ちょうど気持ちを倒そうと思ってたところだ。一緒に来い。行かない。行けない。そうか、その面構えはそういうことか。行け。だよな、ジュリ様たちに反旗を翻すってことだ。あんたたち、自分が何をしてるか分かってる？ただじゃ済ませないよ。だな、どうせ気持ちは二の次だ。それにしても嬉しいな、ワクワクしてるぞ、ジュリ様は。ねえ、プロミスとブラッドが何か揉めてるみたい。あれって、ミヤビさんとアスミさん、私たちを助けに来てくれたの？わかんねえけど、今のうちにドカーンと行こうぜ。みやびさん、あずみさん、静香さん、気持ちはだいぶ弱ってるわ。私たちも今のうちに気持ちを固定しちゃいます。ありがとう、みんな、とどめの準備をしないとね。なんとか鎖で固定できた。ウイちゃんは？私もツバメさんたちでなんとか抑えてるよ。よし、身動きが取れなきゃ避けられねえだろ。絶対今度は俺じゃなくて、ときめ一族が手に入れる番だぞ。もう一息です。チャル、静香と一緒に、今なら二人で倒せます。行こう、静香ちゃん。トドロキ光一も言ってたよ、事件は一人で解決できない、何人もの力が必要なんだって。ええ、ユニオンとときめ一族、二つのグループの力を一つに、そして私の力とチャルの力を一つにして。うん、いざ、ときめい神流旋風かまいたち、ジハル取り物帳、神速の巻。やったみたいね。うん、静香、チャル、やりましたね。今度は間違いなく静香ちゃんが石を手に入れたはずだよ。私だ。きっと私の後で攻撃したからじゃないかしら。ときめい一族が手に入れたことに変わりはありませんよ。そうそう、いいことじゃない。俺もサポートしたから、これで前のはチャラだからな。別に恨んでなんてないのに。でもありがとう。ふんす。おいおい、そっちはご機嫌かもしれねえけど、水を刺されたジュリ様たちはどうしたもんかな。シグレさん、ハグムさん、ごめんなさいジュリさん。でも僕たち、やっぱり自分の目的があるから。それに今はネオマギウスみんなの思いを叶えたいんだ。私も魔法少女っていうガラスの靴を手に入れたかった。だけど今は仲
間たちと一緒に青臭い自分たちの思いを現実にしようって覚悟ができてる。だからもう足踏みはしないで、誰かに頼ってばかりじゃなくて自分たちで掴みに行くよ。うん、新しい仲間たちと一緒に。くっさ、別にそんなのどうでもいいし。だな、大事なのは手を切るって決めた事実だけだっつうの。さ、どっちから先にウェルダンになるか決めな。やめてあげて。もともとはそっちが二人をいじめたんでしょ、ルイちゃん。そりゃ違うぞ。これでも協力関係で裏切ったのはこいつらだ。ま、今日のところはいいか。強くなった姿を見せに来た挨拶ってことにしといてやるよ。まあムカつくけど、それがいいんじゃない。気持ちが片付いたんだから神浜監獄に急がないとでしょう。ああ、次は本命だ。ガチでぶっ殺しにかかるぞ。ボサッとしてないで行くわよ。はい。神浜監獄って何かあったの？なんかジュリさんはユニオンを狙ってたみたいだけど、そっちは大丈夫なの？どうなのかな、わからない。ウイちゃん、フェリシアさん、私たちも向かいましょう。あ、石が手に入ったんだし、これでいいんじゃねえの？違うんです。イロハさんからメッセージで交渉が決裂したって。マジで？それでミヤコさんたち南の人たちが狙われてるみたいで、急いで向かってほしいって。そういえばクレハさん途中でいなくなってたけど、あの時にはもう交渉が決裂してたんだ。あの日のやつも向かったならヤバくねえか？うん、急がないと。ごめんなさい、しずかさんたち、私たち行きます。え、ちょっと待って、それなら私たちも一緒に行くわ。あの、それは待ってもらえますか？なんか姫がね、ときめ一族に用があるんだって。そう、ちょっと私ちゃんに付き合ってくれない？あなたがネオマギウスの姫様、後にできないの？リョウズル、スダチ、お呼びでしょうか？そろそろ客が来る準備をしとかなあかんね。ふむむ、あれそうですか？あれそうなのね。私が聞いている情報だと苛烈になる恐れは大きい。それを予感させるほどの動きをユニオンはしてしまった。それにときめ一族もネオマギウスも動いてほしくない方向に向かって全てが動き出している。ここにあるベッドと椅子じゃ足りないかな。使えるもんは使って寝床を作るで。あとあなたには一つ野暮用をお願いしたい。急に言われても困っちゃうよ。将来、将来、何を望むんだろう。最近はね、なりたいものも迷ってるの。前は一人で動物たちに囲まれてお野菜とかお花を育てて売ったりできたらなって思ってたんだけど、今は獣医さんもいいなとか、もっとたくさんの人に関わりながらお仕事をするのもいいかなって思ってるんだよね。なんだか自分の話をするのって恥ずかしいね。でもこういうインタビューに答えられるのも、ちょっと見る夢が変わったのも、ももこちゃんやれなちゃんのおかげかも。ももこちゃんは緊張
しいでポンコツでダメダメだった私をずっと支えて応援してくれてたし、レネちゃんはずっと私を顎で使ったりしてくるけど、でもいい意味で鍛えられた気がするの。今ではうのこちゃんにずっと申し訳ない気持ちだったのに、感謝の気持ちを持てるようになった。ずっと怖かったレナちゃんとはたくさん喧嘩できるようになったし、可愛いなって思えるようになった。あ、そうだ、二人に感謝したり三日月荘のみんなも楽しめるなら、私体験型の農場でも作ろうかな。